私は写真家のコースで、まあ、写真を勉強しています。基本的にはいろんな課題があるんですけど、景色もあったり、まあコマーシャル向けの例えばワインボトルをライティングしてどういう風に綺麗に撮るかっていうコースも本当に幅広いんですけど、もうとにかく毎週毎週先生に課題を与えられるので、それに沿って、まあ、学校にスタジオがあるんですけど、そのスタジオで、まあ、とにかく写真をもう撮りまくる、撮って撮ってもう慣れまくるっていう感じですね。あとは、まあ、ビジネスマネジメントのクラスもあったり、写真に関する企業を訪問してコネクションをどういう風に作って将来役立てるかっていうのを勉強します。インターナショナルのスチューデントが私だけなんですね。もう分からなかったりすると、もう先生がもう表情を察してちゃんと私にも分かるようにもう一回説明してくれたりとか、そう、まあ、もちろん自分で意識を高めて、前もって準備したり自分でリサーチしたりっていうのはもう絶対条件でやらなきゃいけないことなんだけども、そういうちゃんと努力をしていれば先生は必ず分からなそうな、分からないっていうのを察し、もし察したら絶対置いてったりはしないので、ちゃんとそういうフォローをしてくれる学校なっていう印象が今のところはありますね。オーストラリアの政府が、経営しているっていうところがあったので安心感があるなと思ったので TAFE を選びました。あとはちょっと英語力にまだ不安があったので、そのケアがしっかりしているところを含めて TAFE を選びました。アデレードは他の都市に比べると、まあ、ちょっと規模もちっちゃいんですけど、その分、まあ、英語を話す環境もすごい多いし、日本人があんまりいないので、やっぱその分日本語からちょっと離れられるので、英語の上達、英語の勉強も兼ねてる人には多分とてもおすすめです。であと、ちょっと車で、1時間とか2時間とか移動しただけで、まあ、写真を撮ってる私、写真家のコースの私からするともう撮らずにはいられないようなすごい綺麗な景色がいっぱいそこら中に散らばっているので、すごい刺激的、そういう意味では刺激的な街だと思います。今携帯電話、スマートフォンとかでもうすごいみんなもプロみたいに写真がアップできちゃう時代なんですけど、お客さんに求められているものを正確にちゃんと、表現できる、お客さんにちゃんと答えられるようなカメラマンになりたいです。